こういう曲なんですよ。花を喋る？はい。ねえ、次のライブもですね。あとこれを含めて2万になってしまいましたけども、ね、とてもさっきのあのいい人生、そのスーパーノヴァ、とても感動して、あまりにも感動して泣きそうになりましたけども、本当ですよ。いやちょっと途中ちょっと軽く体が軽くなりましたけど、ちょっとそれはちょっとあの置いてる。まあこのホルモンに誘ってもらってね、早1年くらい経つんですけど、そうですね、はい、本当に早いもんで経つのが、それまですいません、それまでは本当にタイム君とかせいや君とかキラちゃんとかケイタさんとか、あとあケイタさんはあれですよね、コーラの街で一緒にやってましたね。あ、確かに。はい。あ、やった。忘れられてるのか。やってる。っていう感じで、いろいろやってきて、もう4年経ちましたけども、はい、4年は。非常食だから。ちょっとこれあの映像に残ったら恥ずかしいんだけど。っていうね、年月が、ほんと、しんみりさせと思ったのに。っていうのは似合わないので、このバンドにそういうしんみりしたものはね、似合わない。じゃあ最後まで走ってくれますか？いけっとか！ありがとうございます。一回これ やってみたかった。I'm gonna get it for all
決められた時は本当泣こうと思ったんですけど、まあ泣こうと思って泣けるわけじゃないですけど、泣こうと思ったんだけど、ちょっと泣けなかった。ちょっと雰囲気的に曲がすごいブワーっていう曲だから泣けなかった。今年こそは泣こうかなって思い立ったんですけど、無理でした。入ってるよ。喋る？喋んない？はい。本当。そう、思い返せばというか、思えばもう僕がというか、僕とね、僕がなんだよ。なんだよ。あれなんですよ。あのここでっていうか、タコ版でね、バンドするのも最後なんですよ。私が。だから、まあ、僕たちが辞めてた後は、まあ、全然活躍は YouTube でしか見られないんですけどもちゃんとチェック しようと思ってるんでそこは頑張ってください。楽しんで頑張ってください。なんか全然うまく言わないここでタイム選手が、超絶な見ちゃったあれです。ドラムに選ばれたのただ女子っていうだけで選ばれた。違う。それ言いたかった。それはあのケイタさんに女子がいいかなって言われたんで。俺？はい。女子じゃない。で、いやその前からもう左にフォーカスしてたんだ。フォーカス。ありがとう。どうしました？俺タイムから誘われた。あれ？じゃあこれ始まりどこだっけ？まあいいや。というバンドでした。じゃあはい、じゃあホルモン最後の曲なんで、皆さんもう頭はち切れば、かりに頭振ってもう首振っとくくらい頭振ってもうちょい感動させようよ。もうラストいいなんだよ。最後の曲なんでね、はい、皆さん暴れて暴れまくってください。ありがとうございました。最後ツインでやるよ。Yo!
ありがとうございました。